安倍総理大臣はこれまで規定がなかった閣議の議事録を作成し、一定期間を経て公開する法改正を行う方針を表明しました。明治以来議事録を作成してこなかった我が国の閣議の在り方とも関わる問題であるため、政府部内で必要な調整検討を行った上で提出することとしたいと考えています。閣議は1885年に初めて行われて以来、議事録を作成する規定がありませんでした。このため安倍総理は秘密保護法案をめぐって公明党の理解を得るため、議事録を義務付ける公文書管理法改正案を国会に提出する考えを表明しました。安倍総理はまた歴史認識の問題について、これまでの内閣の方針を引き継ぐ考えを示しました。